飛んでイスタンブール、イスタンブールまで飛びましょう。さあさあ、ロックアップ。今日ね、ちゃんとね、1試合目もそうでしたけどね、しっかりとですね、ロックアップから始まります。まあプロレスの基本といえば基本です。ですね、あの手足首とかですね、あのこれの、ね、取り合うっていうんですかね、まあお互いに、まあ、引かない攻防ってずーっと見てられるんですよね。ずーっと見てられます。地味なことにですね、実はすっごく大切なことがいっぱい詰まってます。みんなね、派手な技やるとすごいとかね、すごいなと思ったりもするんですけど、私はやっぱりね、あのこの地味なところっていうのがですね、しっかりできてるできてないっていうところでですね、やっぱ面白さを覚えたりしましたので。さあ、ほら飛んだ、ほら飛んだ、ほら飛んだ、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 飛んだぞ、飛んだぞ、どこまでも飛ぶからな。ういー、エルバスマッシュ。プロレスラーは夏バテを許されません。この夏場にですね、体力をつけたり、あるいはですね、夏場に目いっぱい動くことによってね、来年の夏までの、スタミナを確保できる。私は今までやってきてですね、そうやって教わってきました。で、意外とね、派手なことやってる時にしんどいんですけど、これ地味なことって息をしてないので、息をしてないっていうのはまああれですけども、無酸素運動、有酸素ではないですね。息を止めて相手を締めたりとかします。地味に首に効くんです。これ頭が痛いんじゃなくて首に効くんですね。今さあ、ここでどうにかしてね、ちょっと突っ込み返したいですね。ジュニアの選手たち、ね、競合人が多いですけど、意外とこのロープを使ってですね、次の技を繰り出すというのがですね、結構多いですね。まあ、それだけ身体能力とジャンプ力が高けてないと、ここはできないということは確かなんですけど、うん、you
さか狙ってる。夏の花火のようにですね、飛んで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 ください。さあカバー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 、はい、カウント2カウント2。さあスモールパッケージ、スモールパッケージ、まあ、本当に低空のブーメラン式にですね出したようなエルボーでした。さあワンハンドの、そうね、バックドロップに持ってきたんだね。切るしかないよね、片足を。さあ狙ってます。さあ伊佐君危ない。さあまだまだ決まる様子がない。お互い五分の試合してますから。さあ高い位置とスピードでワンバスター持ってた。ラウンド2バキザー返す。さあイサカ狙った。さあビハインドからの、オーケーオーケー、結果だ。ギリギリ、もう本当にもう本当本当にギリギリ、でも危なかった、本当危なかった。さあ伊佐がこのまんま撃沈か。今の中、打ち刺さった。